皆さん、こんにちは。それでですね、ゴールデンウェブのプロモをやっていきたいと思っております。条約のシリーズの他に私やるのは、今回は過去問を使ってと、この過去問ですよね、レックの別売りのこれ、過去問になっておりまして、この中のやつで令和概念改正について扱っているものがありますよね。で、令和概念によると効果あったんだっていうのが、多分ね、30数個あったかな。でもかぶってるものもあるんで、そんなにはないかもしれないけど、ただし衣装とかの改正によって相当変わってますよね。で、それ以上の改正であったりとか、ないしは特許も変わってるではないですか。120のところとかね。あるいは、他のところも変わっていますよね。これも踏まえて説明していこうかな、していこうかなと思ってるんですよ。で、もちろんね、これだけではなくって、できれば、皆さんには答例を受けてもらいたいのね。で、答例を受けることによって、新しい問題ってこれ分かりますから。ただ、現行分かってる問題で、どう回答変わったのかって分からないと、怖いでしょ。ずらり通りやってしまうと、丸からバツに変わってしまってるって足が結構あるわけですよ。で、それはまずいんだよね。で、これ一応直ってるので、直ってるものに従ってやっていきます。じゃあ、これだけですかっていうと、なんか物足りないよね。で、そこで今回は一応、金額に決まったんで、レジュメアップいたします。レジュメね。まあ、これ書いてるかなと思うんですけど、ここに書いてるかな。まずは、令和元年改正もこれで万歳と。まあ、特に4法ですけどね。やるのは4法なんですけど、これ私がやりますってことをまず書いてるわけね。で、どういうふうに改正勉強ってやったらよいんですかってことだけど、これはレジュメにまとめております。まあ、基本的に言うならば、まず昔からあった制度ってこうだったんだ。で、問題点あったんで変わったわけですよ。で、特に損害賠償のところってそうでしょ。120のところね。問題があったんで変わったんですよ。説が3説あったんだよね。3つあったの。肯定説、折衷説、あとは反対説って3つあったのね。で、これを今回こう、肯定説に変えたんだってことが書いてあったりするわけね。論文にも多分使え、論文にも使えるかなと思っています。そこのところはね。で、まずは従来型の、制度って理解した上で、問題点があったんで、効果あったんだって勉強するのが一番これは効率的なんですよ。これを説明していきますからね。これを使って、問題集を使ってやっていきましょうって話になるからね。まずこれが1点。あと、クエスチョンに書いてるよね。2つ目。改正知識をうまく整理する方法ありますかって言うんだけど、まあ、なぜ改正されましたかって考えるんだよね。衣装しかりだよね。なんで変わったか。また10条のところって結構複雑じゃないですか。特に関連書のところね。あら、何を言ってるんですかってことが場面想定できないとなかなか理解できづらいっていうか、しにくいんだよね。ただ条文だけ書いてしまって出るんだったら今年簡単なんですけど、具体例が出てしまった場合ってこれ分かんないかもしんないよね。となると、やっぱ少しって分かんないと難しいんではないですかってことになるかと思うんですよ。まあ、これをやっていくんだよね。で、一応さっき言った使う教材は2つありまして、1つはこれ、単刀過去問集だよね。で、これを使っていきます。で、メインは多分衣装中心なのかなっていう感じはするんだけどね。衣装多いですから、30いくつか確か、改正によって変わってしまった足があるんで、まあ、それをちょっとね、まとめてやっていこうかなと思っています。で、その中であとはあれですね、じゃあ、他に何かあるかというと、レジュメをつけるって私言ったよね。レジュメ。これが主要教材でありまして、レジュメが添付されていますって書いてあるね。レジュメが添付されていますと。で、これは、受講料に含まれていて、ウェブアップされるのね。で、ウェブアップで見てもらいたいと思ってます。何ページこう書いてあるんで、こうなりますとかね、説明いたしますんで、各条文ね。で、それを見てもらって、大体章ってこう変わるんだとか、ないしは特許の120条のところってこうなるんだ、商標も変わっていますよね。こうなって変わったんだってことについて説明しますからね。この2点かな。これをやることによって、一応ね、前提としての不安って払拭できるんではないかって思うんですよ。で、担当で一番まずいのは、改正になったんだ、全く改正対応しないで不安のまま臨むのは一番これまずいわけですよ。で、これからっていうのはな、まあ、今審議会答申で議論されてるではないですか。でも実際上、逐条解説、多分出ないですね、今年はね。で、あと出るとするならば、多分、改正本でしょうかね。ただ改正本も、3月以降じゃないと出てこないんでしょ。で、それを待って、勉強といては遅すぎますよね。ちょっとね。その前に、まずやっていきましょうっていうのは、この講座になりますんで、今分かってる範囲で説明していきます。ね。だから、大体に、これ2コマだよね。2コマで、大体4時間で説明していきます。問題効果あったんだ。ないしは条文の読みってこうなるんだってことを説明していきますんで、もしね、興味のある方はぜひ取っていただければと思っております。
では一緒にやっていきましょう。お疲れ様です。